挨拶は終わりました。この際暫時休憩いたします。再開を追ってご連絡申し上げます。休憩前に引き続き会議を再開いたします。お諮りいたします。本日の議事日程にご配布いたしております。議事日程を追加いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって本日の議事日程にご配布いたしております。議事日程を追加することに決しました。次に移ります。議案第71号監査委員選任につき同意を求めることを上程議題に供します。それでは提案理由の説明を求めます。議案の朗読は省略いたしますのでご了承願います。泉市長。議長。市長小泉。ただいま上程されました議案第71号についてご説明いたします。議員のうちから選任される監査委員に富田健二氏を選任いたしたいと存じます。同氏は議員として7期目であり、過去においては2度監査委員を務められるなど監査委員として適任であると考えております。ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。提案理由の説明は終わりました。お諮りいたします。本案は人事に関することでありますので、質疑討論並びに関係委員会の付託を省略し、これより直ちに採決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は質疑討論並びに関係委員会への付託を省略し、これより直ちに採決に入ることに決しました。それでは採決に入ります。議案第71項は原案通り同意することに、ご賛成の方はご起立願います。起立多数、ご着席願います。起立多数。起立多数。よって本案は原案通り同意することに決しました。それではただいま監査委員に選任同意されました富田健二議員の発言を許します。議長。富田健二議員。就任に際しまして一言ご挨拶を申し上げます。ただいま市長の選任並びに議員各位のご同意を得まして、監査委員という要職に就任させていただきましたことは誠に身に余る光栄と存じます。今後は本職の重責を鑑み、誠心誠意職務を遂行してまいる所存でございます。皆様方におかれましてはよろしくご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますがご挨拶に変えさせていただきます。ありがとうございました。挨拶は終わりました。次に移ります。議案第72号監査委員選任につき同意を求めることを上程議題に供します。それでは提案理由の説明を求めます。議案の朗読は省略いたしますのでご了承願います。泉市長。議長。市長。市長泉。
ただいま上呈されました議案第72号についてご説明いたします。議員のうちから選任される監査委員に小倉明子氏を選任いたしたいと存じます。同氏は議員として2期目であり、過去においては総務常任副委員長や決算審査特別委員を務められるなど、監査委員として適任であると考えております。ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。提案理由の説明は終わりました。お諮りいたします。本案は人事に関することでありますので、質疑討論並びに関係委員会の付託を省略し、これより直ちに採決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は質疑討論並びに関係委員会の付託を省略し、これより直ちに採決に入ることに決しました。それでは採決に入ります。議案第72号は原案通り同意することに、ご賛成の方はご起立願います。起立多数、ご着席願います。起立多数、よって本案は原案通り同意することに決しました。それではただいま監査委員に選任同意されました小倉明子議員の発言を許します。議長。小倉明子議員。就任に際しまして一言ご挨拶を申し上げます。ただいま市長の選任並びに議員閣議のご同意を得まして、監査委員という要職に就任させていただきましたことは、誠に身に余る光栄であります。今後とも地方自治における監査の重要性を認識し、皆様方のご期待に沿うべく精進してまいる所存でございます。皆様方におかれましては、よろしくご指導、ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げまして、簡単ではございますが、ご挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。